大人だね。大人だよ。慌てないから。慌てない。ただ淡水の楽しみ方がね、いや分からんのじゃん。実はむちゃくちゃいろんなことが起こるかも、うん、かもみたいな。かも。それはね、皆さんにコメントいただいてる。うん。そうそう。僕らそれを頼りに。いや、ただ失敗したなと思ったのは、土日に行くと言えばよかったなと思うことがな。それなんだよ。あるのじゃ。そうなんだよ。そう、私も忘れていた。土日はやってない。まあそうね、うん、まあ淡水、まあ、全部見てて分かると思うんだけど、土日って観光客向けのお店とかをやったりとかするっていうパターンもあるから、うん、まあ、一概に悪いとも言えないんだよね。そうだよね、うん、だ土日だからやってたってお店がたくさんあって、確かに確かに、そうそう、さっきの団子とかもなかったりもしたから、ね、浜さん、アプリを見てスクワッチ浜さん、まだやね、まだ出会ってんから、まだ出会ってない、出会ってへん、まだ、まだ出会ってない、またすれ違ってしまう。そうやね、絶対にその時は来る、浜田さん、はい、その時は来る。本当ですか、うん、誰、その時を渡りよ。あなたが藤神様ですか。私が藤神だと聞いたのか。はい、その答えはノーだ。ノーなんか誰や。誰や。誰や。いるよな、なんかめちゃくちゃドヤ顔してさ、おばちゃんがさ、こうなんかノーみたいなこと言ってさ、そしたらさ、スーッとどっか行っちゃうみたいな。誰って。あんた誰やったん。誰って。あら。ほら銀座館。ね。シェイシェイ。ほら、銀座館ですよ。中山はマジで銀座。昨日さ、朝市の駅前とは様子が全く違う。違うんですよ。ここはマジで、そう。本当、サルタヒココーヒー。そうなんですよ。本当銀座なの。松木もあるじゃん。そう。ここは。おしゃんな町。おしゃんな町は中山です。じゃあ、ダンス急いで行きましょう。11から。今、ここから。結構行きますね。どれぐらいの距離なんだろう実際。あ、あれがロップウェイ。え、空中ロップウェイだ。これあれですか、猫山に。猫山ですね。そう、猫山も方面がそうだよね。そっか、シーリンからどっかからこう分かれるっていうか、降りてそう行かなきゃいけないから。
綺麗だ。見えないんだろうね。うん、思い出す。こんな感じだった。すごいね。紫なの空。そう、すごいよね。なんかあれだね、我々の到着を頑張って耐えて待ってて。耐えてる。すげえ耐えてくれてる気がする。そうだよ。もう真っ黒覚悟したもん、ね。うん、した。もう真っ黒だと思った。もう反対側も完全に夜だからね。本当だよ。